今日は遠いところからも、お忙しい中皆さん集まりくださってどうもありがとうございます。待ちに待った私にとっては11月の5日、出版記念パーティーで、皆さんがどんなピンクを着てきてくださるか、どんな素敵な可愛いパーティーになるかをすごい楽しみにしておりました。なので、今日1日皆さん大いに楽しんでくださったらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日ここに朝プレゼントが届いたんですけれども、香りの花束でとってもいい香りなんですね。こうローズマリーがいっぱいついています。はい、とても嬉しいです。はい、で、念願の今日皆様のピンクのカバンの中に入っておりますけれども、ガーデンズライフ3、ね、いつもより60ページも多くて、でなおかつなんかね、印刷代とかね、配送代がすごく高くなってて、でものすごい高い本になるんだったら、もう一層のことをハードカバーにしちゃいました。そして中に可愛いしおりもつけました。そこまでこだわって、作ることができました。堪能してみてください。でこの本は秋から始まっております。なので去年1年前プロジェクトチームで集まって、スタートしました。で、今日は、皆さんのテーブルの上にも秋のガーデンパーティーのテーブルコーディネートをさせていただいております。実を言いますと、北欧に行き始めてから、北欧の人がブティック行ったり、ショップに行ったりしてもそうですけれども、展示会に行ってもなんか野草を生けてるんですね。可愛いブーケにしたりして、で最初花屋さんに行ったらそんなものを売ってるのかなって思ってたんですけど、思い切って展示会で聞いてみました。そしたら、あなたねって、今日来る時に道端に車を止めてカットして持ってきて飾っただけなのよって言うんですね。もうびっくりして、すごい、それがすごい素敵だったので、そんな経験をずっと積んでてですね、でコロナになってどこにも行けなくなっちゃって、でグレースが、今日グレースやってきてますよねピンクで今日グレースも来てます。グレースがうちに来て、あ、来てる？グレースはい、グレースがうちにやってきて、で散歩を始めたんですね、長池の周りを。そしたらですね、20年間住んでる池の前に住んでる私が、長池を歩いてる時に雑草がとっても素敵に見えてきました。でもそれまで見えてこなかったんですよ。長池の雑草を見ても何にも感じなかった、雑草は雑草、そんな感じだったんですが、突然私の目の中に素敵な雑草、野草が飛び込んできて、もう散歩が楽しくなりました。で一周目はどんなのが今ね綺麗かなっていうのをもう見て回って、で二周目はどんなブーケを作ろうかなっていうことをイメージしながら散歩して、で三周目にカットしていって、もうで両手いっぱいにカットして帰ってきて、で、中庭で、ブーケのレッスンを兼ねて、最初ねブーケのレッスンがただでできるなとか思って、それを兼ねて始めたんですが、それがもうめっちゃ面白くなって、で雑草はなんで雑草であるかとか、あ、お庭を作る時にはこの雑草というか、この自然の風景を作るのは、1年間ずっとこう毎日毎日観察してると、私もやっぱり自然のごとく庭を作らなきゃいけない、なんか自然の摂理っていうのが見えてきたりして、面白いなと思って今に至ります。そして皆様の机の上は、実は昨日の朝、もう一昨日とその前は東京市長だったんですけれども、朝夜中に帰ってきて、朝早く起きて空港のあたりに行くといっぱいあるのね。長池はね、残念ながら草刈りが入りまして、もう何一つ残ってなくって、ショックで朝起きてみたら、あ、これはいけないと思って空港まで行って撮ってきました。でももうよく行ってるので、毎年どこに何があるかとかっていうのもね、去年も行ったので分かってて、でそれと、市場から買ったこの季節のね、ダリア、ワーム、そういうもので、一緒に束ねてみました。もう何というかな、今日の色味っていうことだけを考えて、でそれに合うススキでも、金色のススキじゃなくてちょっと赤みのあるススキとか、猫じゃらしも入ってると思うんだけど、猫じゃらしもそうなのよね、ちょっと赤くとか茎が、黒くなってるとか、そういう猫じゃらしがあるので、それを見つけて束ねます。
全体にやっぱりイメージっていうものが大事で、それさえあれば、山のもの、道端にあるものがとっても素敵に見えてきます。であとは過剰に葉っぱがついてたりね、そういうものを全部取っています。過剰なもの、雑草ってね、本当は調べてみると日本のものってほとんどなくて、海外から来たものなのね。だけど日本の花壇の中に入れなかったのは、増えすぎてしまうとか、葉っぱが多すぎて格好が悪いとか、花が見えにくいとか、まあ、いろんな理由で花壇の中に入らずに、まあ、雑草となって道端にあるっていうことも調べていくうちに気がついたのね。あんまり日本のものってないです。朝鮮とかあっちから来たものって結構あります。はい、なので今日はそれで皆さんもおもてなしをしています。あとはね、パン、これは去年、もう本当にもうパーティーなんかできなくて、で人にも会えないし、ご飯も一緒に食べれないっていう中、6月でしたかね、少し解禁になった季節があったので、もう本当にあの気の合う仲間で、ガーデンパーティーをしようということで、ホワイトパーティーをしたんですね。その時にもうこの2年間っていうのは本当にインスタ見たり、ね、ピンタレスト見たり本当によくしましたよね。でその中で海外の人が植木鉢の中にパンを入れてカフェとかで出してるのを見て、これをやろうと思って、でその時に初めて作って、みんなで楽しんだパンなんですね。今日はなんかディッシュの上にパンが乗ってるというよりは、植木鉢の中にガーデンズらしく入れてみましたので、ぜひ召し上がってください。こんなことで話はもう本当に尽きないんですね。これが260ページになって、途中でカウントが間違ってて気づいてなくて、なんでこんなに時間がかかるんだと、本当に、印刷会社の方に1週間伸ばしてもらったんですね。で60ページ増えてるからってへそうと思ったんだけど、やっぱり戻すことにして、2週間、スタッフみんな、まあ、このね携わったみんな2日に1回徹夜してました。そんなので出来上がって、私、まあ、皆さんご存知の通りすごい健康なんですね。あんまりしんどいとかっていう言葉も言わないし、しんどいって思ったことがなかったんですが、これが出来上がって3日間、本当に初めて、ああしんどいってみんなが言ってることはこういうことかと思いまして、で私が大きな声で充電器が欲しいわって言ったら、うちの勝井が充電器を持ってきようとしました。本当に電話の充電器かと思って、まあ、そんなぐらいでも、まあ、あのまた、実を言うと、まあ、次は4ですね、ガーデナイズ4、4冊目が始まってるなって、いろいろ妄想を膨らました瞬間に、疲れも取れて、もう次の、来る、ね、が始まっています。なのでまた5年後皆さんと一緒に、パーティーをやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そうしましたら次にこの本に携わってくださった方々をご紹介させていただきます。ドリームネットワークアクティビティ代表の柳沢さん、河合さん、住野真紀子、デザイン室住野さん、ソリューションズの中村さんです。はい、皆様どうぞ前の方にお越しください。でもうあの本当にガーデンさんとは最初ホームページを作らせていただいた時から、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3と、これは5年ごとにあの構想をあのいつも話し合いながら作らせていただいてるんですけれども、もう15年以上 あの関わらせていただいて、もうこんなに光栄であの幸せな仕事は私 あのデザインの仕事の中でもうない、一番 あの幸せな仕事だと思っていつもやらせていただいてます。でいつもあのこの本、あ今回どうしようかということを話し合うんですけれども、その時最初の時もそうだったと思うんですけれども、やっぱりこう原点に変えるというか、ガーデンズというあの名前 あの由来にもなっていると思うんですけれども、宮本さんの中で、お庭友達の輪を広げるというこのミッション、使命を持ってこの会社を、されてるんですけれども、そのことだと思うんだっていうことを話し合ってると、真夜中に話し合ってるといつもそこにたどり着いて、やっぱりそういう幸せをあの皆さん、今日集まってる皆さんはお庭、宮本さんのお庭友達だと思うんですけれども、その方たちにこの庭のある暮らしの幸せを届けたいよねっていうことで、毎回毎回その5年間の集大成、今何を伝えたいかということを話し合って
形にこのチームでしていってます。ぜひお家に帰ってじっくり見ていただけたら嬉しいです。またフォームを楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。最初から関わらせてもらっているので、独立しても宮本さんにお声掛けいただいて、3も担当させていただけることになりました。で、5年間宮本さんが撮りためたり、カメラマンさんが撮りためた膨大な写真があるんですね。でもとにかくお忙しいガーデンさんなので、もうその写真の量がすごいんです。もう何万枚とあるんですね。で、それでこの着手するときにですね、宮本さんにもう整理できてないんだけど、とにかく写真のデータを渡すだけでも大変なので、もうこれ持って帰ってって大きなパソコンごと渡されましてそう、Mac をね、住野さん用に買いまして大きな Mac の中にデータを入れて、もうこれ住野さんのバッグって言って、そうそう。で、もう私打ち合わせのたんびにその Mac をですね、 Mac が入ってた、梱包されてた箱があるんですね。それにちゃんと取っ手がついてるんです。で、それをもうセカンドバッグと言って毎回もう持って行かせていただいて、帰る時も、あ、私のセカンドバッグ持って帰らなきゃっていうので、もうそういうふうな打ち合わせを何回もさせていただいて、でももうもうみんななんですけど、全員もう宮本さんが一番ですけど、もうお忙しくてお忙しくて、その中でも合間を縫って打ち合わせさせていただいて、みんなちょっともう気絶しそうなんですけど、それでもね、途中で宮本さんが今日はこのハーブティーを入れましょうとか言うんですね。で、このクッキーがあるから美味しいから、なんかその中で忙しくて疲れてる中でも宮本さんいつも楽しそうで、でいつも楽しい話題をね提供させてくださって、なんかこういう仕事だったら疲れててもいいなみたいな気分にさせてくれるお仕事でした。また私もこれからももう本当に宮本さんには勉強させていただくことがたくさんなんですけども、また次の時もぜひ関わらせていただけたらなと思っております。皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いっぱい本を見ていただくと、たくさん宮本先生の言葉があると思うんですけれども、それをまるで宮本さとみのように書くっていうのは、私結構いけるんちゃうかなとか最初は思ってたんですね。っていうのはレッスンでもう6年ぐらいもう宮本先生のところに通ってますし、ブログとかもいつも毎月一生懸命先生のお話をしながら書いてたので、よし私は里見宮本になれるとかって思ってたんですけれども、それが案外この難しかったのは、宮本先生ってこの止まってないんですよね。だからここだって思ったらもう多分10メートルか20メートルか先にすごい行ってて、もうどんどん進化してて、なのでここじゃなかった、もっと先なんだとか思いながら一生懸命このキャッチアップしようと思う。でもそうやって新しいことも見ながらも、でもこの根っこにあるものは、先ほど川合さんも言ってらしたように、このお庭があるこの幸せだったり、生きるってどういうことだとか、そういう話をずっとしながら今回言葉を探して、宮本先生らしいこのお話を宮本先生らしい言葉でやるというのをさせていただきました。で、先ほどもそのナンバーの4の話が出ましたけども、やっぱり進化し続けるというところで、また5年後なのか3年後なのか分かりませんけれども、どんな進化が見れるんだろうというのをまた皆さんと一緒に共有できたらな、その驚きを共有できたらなと思います。お祝いのご挨拶をさせていただく野崎です。宮本さん、ガーデンズのスタッフの皆さん、今日はガーデンズライフ3の出版記念パーティー開催おめでとうございます。今日はとてもお天気がよくって、空気もすごく新鮮で、宮本さんの晴れ女のパワーが出てるなと思いました。ガーデンズライフの書簡が出版されて、サンポートのアリスでガーデンズの10周年記念も兼ねて2012年の4月7日宮本さんのお誕生日の時に開催されましたね。懐かしく思います。私が宮本さんと出会ったのは
ハーブの会の香川支部を立ち上げる準備の頃で、その頃宮本さんも独立してガーデンズを始められて、ガーデンズの歩みとともにずっと今もご一緒させていただいています。ガーデンズライフの一にお庭ごとのスタイルが出てるんですけれども、我が家はハーブガーデンとして掲載していただいています。今でも覚えていますが、その出版される1年前の、5月バラの頃だったと思うんですけれども、宮本さんからお電話いただいて、のんちゃんお庭の写真写してもいいって、どうぞって、ご自由にどうぞ、いなくってもいつでも自由にどうぞって言ってたら、本当にすぐの次の日だったか、その次のその朝、今から撮影に行くからいいって、っていう感じで、もう髪も顔も服装も人を迎えるような格好ではなかったんですけれども、それでも本当にありのままの、普段の姿でハーブのある暮らしを楽しむ生活を素敵に撮影していただきました。ありがとうございます。昨日ガーデンズライフ1をしまっておいたのを取り出して眺めてみたんですけれども、10年経った今でも本当に新鮮で洗練されていて、クオリティが高くて素敵な本だなって思いました。最後にこの地方の高松に住んでいて、それも私はガーデンズのそばなので車で5、6分に行けるところで、こんなに素敵なお店があるんだなって改めて本当に嬉しく思いました。昨年カーメン君がガーデンズに撮影に来て、今年の初めに YouTube で放映されましたが、それを見て改めて、うわすごいお店で素敵だなって、全国の皆さんも行きたいお店だなっていうのをすごく感じました。本当に近くにこんな素敵なお店があって嬉しいなと思います。宮本さん、ガーデンズのスタッフの皆さん、これからもお忙しく活躍されると思いますが、宮本さん走りっぱなしで私いつも言うんですよね、後ろを見たら誰もいないよってでもそれでもますます活躍されていかれることと思いますが、たまにはゆっくり休む時間もとって、近くですので疲れた時には我が家にハーブティーを飲みに寄ってください。今日はおめでとうございます。松本さんに代わりに少し一言ご挨拶させていただきます。今日はガーデンパーティーにお招きありがとうございました。ガーデンズライフ3の発行発売おめでとうございます。で、昨日、私も昨日ガーデンズライフの1と1、2を取り出してきて眺めてみたんですけれども、みんなで行ったイギリス旅行とかガーデンズのライフスタイルレッスン、が盛りだくさん詰まって、すごく素晴らしい本だと思いました。でまた今もさ3を見せてもらったんですけれども、じっくり見るのが楽しみです今日はガーデンパーティーを満喫したいと思います。はい、ありがとうございます。もう私が突然のんちゃん明日レモンユーカリがいるんだけどって言って、はいはいって言って、いつ取ってもいいよって言って、ミントが足らないんだけど言ったら、いいよいつ来てもいいよってで言ったら、美味しいハーブティーと ちっちゃな可愛いおもてなしをいつもしてくれて、でもう本当にもう長年の間もうハーブの会の方にはもう本当に皆さんにお世話になりっぱなしで、来ています。もう本当に何て言うかな、みんな小さな幸せをちゃんとここに来てる方はお庭で見つけられる人なんですよね。ね、だからもうその小さな幸せをまたそれをお裾分けをまたのんちゃんのところによく私はもらいに行っております。はい、今日はどうもありがとうございました。私徳島の田舎から参りました。吉野川市に住んでおります樫本と申します。もう今日は本当にこんな素晴らしいお天気で神様を祝福なさってますね。皆さんよかった。
かったですね。ありがとうございます。それで本当に今日はピンクのドレスコードということで、もう本当に皆様すごく素敵に楽しんでらして、私もこんなショッキングピンク実は着たことないんですけれども今日はちょっと頑張って着てまいりました。で、宮本さん、本当にこのガーデンズライフ3おめでとうございます。ありがとうございます。私も楽しみにしておりました。で、その出版に関わった皆様、本当に心より感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。いつも素敵な本を出版なさってくださいまして、ありがとうございます。私が宮本さんと知り合いになったのは、まず私恵子さん、吉谷恵子さんだったんですね。で、ところが吉谷恵子さんのことをなんかこうちょっと見てましたら、ガーデニング、国際バラとガーデニング賞で大賞なさった方が香川にいる、これは大変、行かないといけない。で、それから宮本さんの虜なんです。はい、西武ドームで行われた大賞のね、お庭入ってすぐのところで、もう本当に素敵でした。ブランコがあって、もうそれで吉谷さん忘れてしまって、もう宮本さんドンピシャです。そうですよね、今日いらしてる方は皆さんも本当にもう宮本さんドンピシャの方ばっかりだと思います。で、素晴らしいところは、将来を担っていく子どもたちに庭行くですとかね、そんな素晴らしいこともなさって、本当に宮本さんって素敵だなって思います。私、会うたびになんか自分の寿命が伸びていってるような気がします。はい、それでスタッフの方にも本当にいつもよくしてくださって、スタッフの方にもお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。今日は本当にこんな素敵な場にお招きいただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。こちらこそどうもありがとうございます。エムズプランニングの溝口と申します。今日はですね、宮本さとみさん、ガーデンズの皆さん、そしてご本を作ってくださった、もう多大ないっぱいのことをしてくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。お疲れ様でございました。私ですね、ガーデンズライフって皆さんも何回も3が出てるのであれだと思うんですけど、ライフってもちろん暮らしっていう意味もあると思うんですが、もう人生っていう意味があると思うんですね。私は宮本さんと出会って人生が変わりました。宮本さんと国際バラとガーデニング賞で出会ったことによって、結婚をして子供が生まれて、本当に人生が変わりました。きっとここにお集まりの皆さんも、さとみ姉さんと出会ったことで、こう日々の暮らしが、もう何も変わらない日々の暮らしがすごく変わるきっかけをたくさん、なんていうんですか、届けてくれてるんだなと思うんですね。で、私も宮本さんと同じようにお庭を作る仕事をさせていただいてるんですけれども、こんなに忙しく、こんなに楽しく、これだけの影響力を皆さんに届けているガーデンデザイナーは他に宮本さん以外にいないと思います。これは日本だけじゃなくって世界で考えてもいないと思います。ありがとうございます。ですので、今日皆さんは本当にもうね、多分人生の一日、記念すべき一日になるんじゃないかというぐらいのガーデンパーティーにお招きいただいて、とってもとっても嬉しく思います。私もそうですし、皆さんもそう思っていると思います。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんかね、妹分なんですね。のどみちゃんね、前世はなんかお姉さんだったらしいです、私が。そう、結局ね、いい伴侶ね。で、ほら出てくる、おいで。おいで。高松に来てね、結婚を彼女は決めました。夜一緒に飲んでて、結婚するっていうことの、人生結婚ってすごい楽しいよと。なんか長いこと独身でいたから、結婚すると負担が女性だから増えてしたくないなみたいな感じのお話だったんですね。まあ私もそうだったんですけど、いい彼に巡られて、結婚した方が掃除も半分だし、料理もやってくれるし、ほぼ何もかも私は子供状態で暮らしてたので、まあ彼女にそんな話をしてね、結婚したら負担が増えるんじゃなくてめっちゃ楽になるよとかって言ったらね、寝ちゃったんですよね。で、寝ちゃって、で次の日に高松空港まで送ってたら、彼に電話をして、ね、羽田まで迎えに来てって言ったのね。で、彼は長靴履いたまま来たって、車洗ってて、でどうせ里美姉さんのところに、まあ同じ会社だったんだけど、会社を閉めてガーデンズに行くっていう告白をされるもんだと思って迎えに行ったらですね、六本木ヒルズ行こうって
覚えてます。覚えてるわよ。六本木ヒルズから夜中の12時ぐらいに私たち結婚しますって言ってフェイスブックが上がったんですよね。もうびっくりして私もそこまでね、すごいすぐで、彼は長靴履いたまま行ったの。長靴の他になんか靴ないのって、うん、あったあったって言ってブーツみたいなの出してきて、長靴と変わらないそう、それでその日に結婚が決まってね。リキ君っていう、ママ、リキ君おいで、うん、おいでよリキ君、うん、行きなよママの横、うん、そうそうです恥ずかしいのね、うん、でももう将来のガーデンデザイナーです。もういろんなね庭をね、こんなちっちゃい赤ちゃんのお腹にいる時からねずっと一緒に見に行った、いろんなとこを見てます。誰よりも庭を見てるんじゃないかなと思うので将来楽しみです。今日はありがとう、遠くからありがとうございます。ビクトリアがピンクパーティーありますよっていう案内状をみんなに配って、スウェーデン中の私がフォローしてる方たちが朝からピンクの服着て出かけてるシーンをみんながインスタに載せて、どこ行くんだろうと思ったらみんなビクトリアの家に行って、でも全員でご主人は女装してましたね、ピンク着て。でも男性の方もみんなピンク着てお祝いをしてるのね。でそれを見て、まあ本当はガーデンズの20周年記念をね、コロナでできてませんけれども、その時にピンクパーティーをしようって決めてたんですね。だけどまあね、事情が事情でみんなでパーティーできなかったので、今日の、出版記念パーティーをピンクパーティーにしました。でもなんかピンク着てると皆さん華やかだし顔が綺麗に見えますね。お顔がとっても、そんなことに気づいたんじゃないでしょうかね。普段着ないけれども、私はこの洋服はいつだったかな、もう10年ぐらい前、イギリスに行った時に、イギリスっていうところは人を身なりで決めます。だからいつもお洋服を別に持って行って、ディナーの時のお食事の、まあ、靴もアクセサリーも全て持っていくんですね。で大体のことで言えば、お庭を巡ってぺちゃんこのスニーカーを履いてホテルのロビーに行くと、もうなんか止めてあげるような感じは全くないです。さっさと処理されてふんみたいな感じなので、でどこかお食事したいんですけどって言っても、もうそこら辺で食べたらみたいな言い方をされるんですね。でお部屋に入って、まあ私はこの時にこの洋服を持ってましたけど、ドレスアップしてヒールを履いて髪もアップにして出ていくと、もうエレベーターから降りた瞬間、マダーンって来るのでお食事もここのレストランでどうぞみたいな感じで、もう本当に変わるんですね。イギリスに行くと朝ごはんもそうですね。スニーカー履いて出かけると、ビュッフェだともうガチャガチャしてる、みんなのビュッフェ取ってるすぐ横に案内されます。綺麗な洋服を、だからやっぱりお食事の時は朝ごはんでもしていったらちゃんと窓辺に通してくれるんですね。私は子供の頃、人は身なりで決めるんだとかって日本で育ちましたけど、イギリスは違うんですってなのでその時にマダームってもう呼んでくれた、お洋服なんですけど、ピンクなんて着ることが、外国行くと私ピンクとか着れるんですけど、日本ではなんかそんな気持ちになれなくて、で久しぶりに今日は出してきて、でバーバーの帽子に合うと思って、でこのスタイルで今日来ました。はい、フレースの紹介はいいんですか。はい、あ、店長が言ってください。これここからどうぞ
これは100均。私が100均のヘアバンドを買ってリメイクしなきゃいけないのに縫い物ができなくて、そしたら朝中尾さんが100均でこのボンボンをね、グレースのために買ったって言うから、それを組み合わせてつけました。はい、ね、グレーの色にピンクが合いますよね。かわいいグレース、ちゃんとリードもピンクです。たまたまですね。お花だけじゃなくて、ちょっと後ろ見てもらったら分かるんですけど、後ろにねちょうどね、あ、抜いてください、そう、蝶々まで入ってて、めっちゃ可愛い柄なんですね。こう蝶々がね、あちこちにこうね、こう あちこちに蝶々がいます。ボタニカル柄だけじゃなくって、それがもう本当に可愛くって、秋の装いっていう感じだし、もう2回連続。ありがとうございます、素敵な洋服で。はい、はい、あ、どうぞ。あの国庁をあの楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ないです。いえいえ、お金をかかってるのはこのスニーカーだけで、割とあの 低予算でできました。あ、ありがとうございます。何、このバラは自分のお家のバラなの？そうなんです、はい、はい、自宅がバラ、はい、そうなの、ね、私もバラの咲いてる時期に福山のお家にあのお庭を見せていただいたら、もう本当にとっても素敵なお庭なんですよ。お庭だけじゃなくてインテリアも素敵で、ガーデンズ、バッガーデンズがいっぱいあるのね。ガーデンズを探せみたいな。だからまた来年、あの、そうですね、皆さんであのガーデンしてる、オープンガーデンをされてるので、はい、あのぜひ行かれてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、お花も出てます。嬉しい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、でもこの帽子の色にさ、このね、綺麗なね、素敵な色の組み合わせで、全体のピンクのコーディが大人な感じがとってもしてて、私だったら全員なんか同じなんていうかな、ピンクの系統しかよう着こなさないんですけれども、なんか紫系統から始めて、そう、いやいやいや、そう、全体でね、もうとんでもないです。で、ご主人もほら、これご主人は誰がコーディネートしてくれたんですか？じゃあ2人でも本当にベストで、ほら色を合わせてあって、もう本当にそうやって来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも答えてもらってるし、もう本当にいろんなことを教えてもらってます。本当に、まあ、あの、気がついた2人はいつも店にいる感じです。ちょこっと店にいるんですね。だからまあ本当に長い間ありがとうと思いますし、これからもよろしくお願いいたします。はい、2人にはこれから育ててもらうトピアリー仕立ての月桂樹をプレゼントしたいと思いますので、お庭でね、多分と、ね、スタンダード地って持ってないですよね。持ってた？挿し木でね、作ってたね、作ってこれはまあ2人でこれからペアで、あ、作っていてまん丸にしていてもらえたらなと思います。はい、